全然そういう、そういう積極さがないんで、うん、曲やって、じゃあちょっと休憩しましょうか。最後はワンダー、これはもう説明するの、ビル・エヴァンス・トリオっていう有名なジャズピア、ジャズピアノでもあったんです。大変なもう大御所というか超有名な方で、その、ワルツ・フォー・デビーとかいろんなマイ・フーリッシュ・ハートってそういう曲が、まあ、まあ結構有名なんです。そのニュアンスをちょっと影響されて作った、ちょっと自分でジャージーのワンダー、ちょっと明日をください。